例えばユーチューバーになってから飛鳥さんから変わったところとかってあります？ユーチューバーになってからとか、まあ、メディアに出るように小池さんがなってから大人になってから変わったの？なんもないです、ずっとこれです。ずっと一緒、ずっとこれ、はずっとこれ。思わないと思うんです、聞いたの。ずっとこれ、はい、今日回答ずっとこれしかない。これの回ね、うん、ずっとこういう感じと、ね、はいはい、ずっとこれって言われる。まあまあまあ、じゃあ、まあ、お二人の関係についてじゃあ聞かせてください。はいはい、兄弟喧嘩とかされるんですか？いやまあ、飛鳥さんね、聞いてみましょう。あんまりないんですよね、その、はいはいはい、年も離れてたんで、はいはいはい、ただなんかすごい些細な、まあ、よくある兄弟喧嘩の感じの、うん、自分がこれ欲しかったのにどうのとか、私がゲームの一コンがいいのに兄は絶対一コンで、そういう本当しょうもない子供のやりとりだな一コンって地方の言い方じゃん、ワンコンとかさ、ワンコン、うん、1P とかね、1P ね、うんうん、絶対に 2P でしかやったことがないからなんか 1P でやるっていうのがなんか未だにちょっと苦手でもうそれが中身ついちゃってね、染みついちゃって、カービィデラックスみたいなやつ、わかわ1はできないけど2の方が得意、それ世代が出る今やったら絶対スマブラっていうやつ、そうですね、うん、確かにそれなら兄弟あるあるじゃん、はい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 、まあ、じゃあ喧嘩はしない、なんか、まあ、フォークしないですけど、うん、でも、まあ、そういう些細なことは、まあ、大体私がヒステリックに怒るんです、兄に、はいはいはい、でなんか物投げつけたりとかして、はい、ギャーギャー怒って、うん、終了みたいな、終了終了。コッティさんが悪いことってあんまりないんですか？まあ、いやあると思うよ、あると思う。じゃ本当だこれ、いいんだから、はい、なんですごい理にかなってことしか言ってない。力でねじ伏せてくれ出た、東野さんと弟さんと同じこと言ってる、言ってました、はい、でもそれ本当それは長男がゆえにそう見えちゃうんじゃないですか、立場的には。いやそう、でも東野みたいになんか腕力でねじ伏せみたいなことないから確かにね、うん、謝ってくれるんですか？いや謝んないですよ、絶対に謝らない。謝ることしてないもんだって。俺がルールだから間違ってないって。不正王でしょ。ワポルのセリフでしょ。じゃあ逆に親子喧嘩とかはされたりしないんですか？本当に見たことないんですけど。そんな揉めないですよ基本的に。一回だけ兄がめっちゃ怒ったことがあって。うん、はいはいはい、兄が初めて彼女ができた。はいはいはい。で。みんなちょっと、みたいな、ちょっと家族が冷やかしもうね、はいはいはい、それ家族が普通するします同級生が茶化すのかに親が言ってるってあまんなくないですか？いや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 、まあまあご家族でそうなったんですね、親とかの、ね、みんながちょっと浮き足立った感じ、はい、はい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 、でまあちょこちょこなんかどうなんみたいな聞いたりとかしてたんですけど、うんうんうん、まあある日なんか最近なんか全然その彼女の話とか聞かないなと思って、はい、おかんがその最近どうなんみたいな、うん、軽く聞いたら、うせえよって言って、うん、なんか持ってたなんかコップをバーンって壁にぶちまけて、なんかお茶だか何だったか忘れたんですけどなんかシミに、シミになってそこが兄がお母さんにキレたの初めて見たんですよ、そこで。あ、そこが初めて、初めて見ました、はいはいはい、そう覚えてるもんな、覚えてます、ね、今軽く言ってたけど、はい、聞き方がね、うざいんだよね一回、二回で察しろと思うんだよ、なるほどね、コーヒー牛乳のパックだと思う。あ、コーヒー牛乳かな、コーヒー牛乳のパックって、こう潰すとストローがチャーンって出るチャーンって出るから、そうそう、それで出ちゃった、出ちゃった階段のね、コーヒーの染みたいなのがあれは、あれコーヒーの染みかな、ブシャーってなって、うん、あれっきりでも見たことないかもしれない、うん、なるほど、あれが最初で最後かも。そう、俺次元が低いところで揉めないんではいはいはい、うん、昔からそうですまあ、うん、うん、はいはい、はい、そう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 、じゃああんまり揉めたりとかは、まあ、全体的にはなかったり、あんまりなんかそういう反抗的なのも見たことないです、うん、逆らったこともない、ない、なるほど、本当に、本当に、